近所ポッドウォーク。皆さんおはようございます。 MC のなおと夏美です。これから名古屋城を案内したり、大人気のおもてなし武将隊にインタビューしていきますので、どうぞよろしくお願いします。夏美ちゃん、名古屋は今年で開府400周年だそうですよ。400周年ですか、すごいですね。じゃあ名古屋城もそれぐらいに建てられたってこと？どうなんでしょう、わからないから調べていきましょう。そうですね、というわけで名古屋城の歴史について学んでいきます。名古屋城は織田信長が誕生した城です。徳川家康が名護の城跡に九男義直のために築城しました。それまで家康は対豊臣の政策として伏見城や彦根城といった城を築城・拡張してきましたが、清洲城が水害に弱いという問題に対処するため、1609年に城を築くことを決め、1610年に着工、1615年に完成しました。これからは現在の名古屋城について案内していきます。本丸エリアには名古屋城の花形である天守閣があります。では実際に現在復元作業中の本丸御殿の中へ入ってみましょう。当時は初代尾張藩主徳川義直の住居と藩の政治を行う場所として使用され、その後将軍が上洛する際の宿となりました。1930年に国宝に指定されましたが、1945年5月、空襲により天守閣とともに焼失してしまいました。名古屋城管理課の神谷さんです。本日はよろしくお願いします。お願いします。第二次世界大戦中に燃えてしまったんですけども、昭和34年の10月にですね、今の形に再建されました。神谷さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。平成21年から復元工事が始まり、顕微鏡やコンピュータ、資料などの研究、分析をもとに、緻密な作業が行われています。完成予定は先に生き延びた櫓が3つあるそうです。その焼失を免れた3つの櫓のうちの1つがここ西北角櫓です。係員の小泉拓夫さんにこの櫓について聞いてみましょう。こんにちは。あ、こんにちは。この建物についてお聞きしてもいいですか？はい、ありがとうございます。ではこの櫓は戦災で焼失を免れたんですよね。そうですね、ここは免れています。はい、では当時はどういった役割をしていたんですか？隅屋根に言いますのは、この4箇所で見張りをしてましてね、多分24時間これ見張ったと思います、3階の方で。では実際にこの中に入って監視をしていたということですね。そうですね、でそんな長い間持つんですかね、雨とか中に入ってたりとかしないんですか？それはね、いろんな工夫がしてありまして、雨が当たると抜けるような工夫がしてありまして、これはここの特徴で、何ですか、パイプが下にありましてね、当たったのが流れて、それが外に流れるという工夫がしてあります。これはまあこの本当の名古屋城の画期的なあれだと思いますけど、当時はそんなすごい工夫が思いついていたんですね。そうですね、これはもう今思ってもすごいと思います、ね。はい、ではありがとうございました。この櫓からすぐのところに小さい建物がありますよ。ちょっと行ってみましょう。ここは乃木倉庫という建物です。一体どんなことに使われたんでしょうね。それでは乃木倉庫の係員の山本良二さんにお話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ここはどういったものが保管されていたんですか？まあ、昔乃木村が一時的にこっちに見えまして、その時に建てられた陸軍の弾薬庫として建立されたものとお聞きしております。特別に文化財などを保管したりとかはしてなかったんですかね？その当時は戦時的なことですね。そのように文化財的なものがない、あったか、それはちょっと私も疑問と思いますが、
おそらくなかったと思いますが。では今はどんなものが展示されたりしてるんですか？今はだいたい焼け残った戦時中に疎開された宝物ですね、そういうものの一部の写真、それに対して名古屋大学で実測された図面等ですね、置いてあります。ありがとうございました。わしがのう終わりの運だ大宇月第六天魔王と呼ばれし織田信長に。名古屋おもてなし武将隊は名古屋にゆかりのある武将6人と陣笠隊4人で結成されています。名古屋城では週末に全員集い、殺陣や寸劇、甲冑ダンスなどのパフォーマンスを行っています。最近では戦国武将ブームなどもあり、女性のファンが多く、中には追っかけファンもいるようです。そんな人気のおもてなし武将隊にインタビューしてみましょう。夏美ちゃん、なおちゃん、よろしく。では、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さて、早速ですが、皆さんのお名前をお聞きしてもいいですか？よころ。では、わしが豊臣秀吉と申すぞ。よろしくお願いいたす。わしが前田慶次と申す。では、わしがの加藤清正じゃ。いや、先ほどの演舞お見事でした。ありがとうさんじゃな。決めポーズなどは自分で考えてらっしゃるんですか？まあな、そうじゃな。あ、まあ昔からな、まあわしはもうウキと猿の真似が得意だもんねな。これはまあみんなもこれ似合うじゃろ。これどうじゃ、似合っとるか？あ、いやもんで、まあみんなが決めたようなもんじゃわな、こういうのはな。ほれほれ、まあ、清正のポーズちょっとやってみや。あ、申し訳ございません。拙者その時の気分でいろいろ変えとりますんで。変わっとるらしいわ。気持ちわかるか、刑事殿。わしもその時の気持ちでいろいろポーズ変えますね。自由なやつらじゃの。陣笠はどういう格好するんや？我々ですかな、我々も気分ですな。みんな気分らしいよ。わしだけやないか。結局秀吉様だけがバッチリ決めとるということで。ああ、そういうことじゃ。片付けにやんの。その演舞を含めて武将隊はどのような活動をされているんですか？じゃあこれについては清正から説明してもらおうかの。うん、我ら名古屋おもてなし武将隊は、名古屋にゆかりある6武将とそして4人の陣笠で構成されとって、この10人で、名古屋を武将都市として各地へ PR して回っとるわけじゃの。そして本拠地はこの名古屋城で、先ほどの、おもてなし演舞というのも土日祝日になると行っておる。そしてイベントなんかがあればいろんなところにも行って PR をしとるわけじゃ。そうじゃそうじゃ。まああれじゃな、この名古屋中町を世界一の観光都市にするということで、信長様が400年以上前に掲げた天下布武ってやつやの、天下統一をまたしよみやっちゅう話じゃわ。これどうや、かっこいいやろ？かっこいいです。いやいやいや。そうなんですね、名古屋城を訪れた人はおもてなししてもらえるだけでなく、皆様と写真も撮れるそうですが。さようさよう。そうじゃな、まあ、武将本人と写真撮れるなんてめっちゃにないでな、名古屋城ぐらいだけだわ。そしてな、じかに武将と話せるっちゅうこともあるでな、そういったところも魅力的なものだと思うで。前はな、これ顔がええもんで、写真写りが前んじゃわ、これが。まあだもんで、こいつが大の人気もんやがな。いやいや、まあそれはお主はわしの方がええやろ。はい、俺はい言って、はい、言わせたような感じだったのそういうことですか。いや、わしも意外と人気あるんじゃ、これ見えて、片付けにはな。それそれ。その他にも名古屋城以上に以外に参上されているんですか？ああ、これな、いろんなとこ行っとるんじゃな。達郎よ、どんなとこ行ったかな、わしら。そうですね、まあ愛知県内以外にもですね、江戸にも参りましたし、蝦夷地にも参りましたね。蝦夷地、これ遠い。わしらの頃はまだ蝦夷地は日本ではなかったもんで、わしがな、まあ足を運んで、これは日本の国にしたろみやっちゅうことで、わしが征服してきたところよ。上海万博にも行きましたな。海外も行っとりやすがね。そうやそうや。いや、東京まで行っとるからの。一蔵よ、お主はどこ行きやした？私ですから、
名古屋城周辺を。まあそうじゃな。行っとるじゃろ大体。まあ遠くにも行くんやがな。この名古屋の街中、街中をな、いろんなとこ回って名古屋の門にわしらまず知ってもらおうという活動をしとるな、で、この前女性の方にサインを求められているところを拝見したんですけれども、そういうことは多くあるんですか？まあそうじゃな、まあわしらも教科書に載るほどの有名人だもんで、みんなサインが欲しがるわの。まあだもんでな、わしらのサインちゅうてもな、400年前わしらが生きとった頃に、まあ手紙にこう記した花押と呼ばれるもんをな、まあちょっと現代風に崩してサインとして書いてあっとるんじゃな、皆さんもかっこいいですからみんな欲しいでしょうね、そのサインが。お主もあげるもんで、あとで持ってこやん。ありがとうございます。で、一番人気なのが刑事様なんですか？まあ信長と言っとかんとこれあれじゃんな。そうです、ね、そうや、まあ、しかしまあ誰が1番誰が2番ちゅことなくな、わしらこうみんなに愛されてもらって、名古屋を世界一の観光都市にしていきたいもんじゃわんの。頑張ってください、応援しております。ありがとうさんじゃ。かたじけない。名残惜しいですが、武将隊の皆様ともお別れのお時間です。これからますます寒くなってきますが、おもてなし武将隊の皆様のご活躍をお祈りしております。ありがとうさんじゃ。ありがとうございます。ありがとうございました。おもてなし武将隊の皆さんでした。さらさら。では名古屋城で会おうの。さて、終わりの時間となりましたが、皆さんいかがだったでしょうか？この番組を通して少しでも名古屋城の魅力やおもてなし武将隊の面白さを分かっていただけたらと思います。どうでしたか、夏美ちゃん、面白かったですか？もちろんです。なおちゃんの名古屋城ツアーを見たらもう一回行ってみたくなっちゃいました。じゃあ今度は一緒に行きましょう。お願いします。それでは皆さん、今までお付き合いいただきありがとうございました。また機会がありましたらその時もよろしくお願いします。それではごきげんよう。金城ポッドウォークは、金城学院大学の学生が出演、撮影、演出を手掛けた地域情報番組です。チーム名古屋城の皆さん、お疲れ様でした。それでは皆さん、またお会いしましょう。ナビゲーターのゆかでした。See you next ポッドウォーク。